様です。ポンです。いつもグッドボタンにコメントたくさんありがとうございます。嬉しい嬉しいです。はい、それで今日のどうでもいいプライベートの話なんですが、昨日ね YouTube の収録が終わったちょうどその時ぐらいにまっちゃんから電話かかってきてね、獅子肉をもらったと。誕生日のお祝いでね、今日ボタン鍋しようと、あのみんなでね家食べにおいでーなと、まあそういう連絡が来たんですよ。自分と直樹とつとむとをそのメンバーでまっちゃんの家に行ったんですよ。獅子鍋をごちそうになりにね。それでまあ王は遅れてきたんですけどね、自分と直樹とつとむは先に着いたんですよ。それでまあいろんな話ねその時に出たんですよ。まずね娘の旦那の話、こういう言い方したらね語弊ある言い方になるんかもわかんないですけど、昨日も言ったように多分遅かれ早かれ別れると思います。自分はだからもうまっちゃんとかまっちゃんの姉さんにも言ったんですけど、別れるんだったらもう早い方がいいと。まだまっちゃんの娘が若い間にね再婚もできるし、で新しい人との出会いもあるだろうし、もう別れるんだったら早い方がいいと。それはねまっちゃんの娘が250万ぐらい貯金してたらしいんですよ。ずっとアルバイトとかしてたお金とかね、そういうのを250万貯金があったらしいんですよ。それで旦那の方も70万ぐらい貯金があったらしいんですよ。でもね今年になってからその二人の貯金がねあと50万しか残ってないらしいんですよ。それは旦那がまあ友達に貸してあげたと、困ってる友達にね貸してあげたって言うらしいんですよ。でその友達がいなくなったと、まあ飛んだっていうことですよね。その時にまあ家族会議になったらしいんですよ。まっちゃんもまっちゃんのお姉さんもそれに加わってね、旦那の親も来てたらしいです、そこにね。それでまっちゃんがそれはしょうがないと、男の子あったら友達に金貸してくれと頭下げられて、実際使ってない金ね余ってる金があるんだから貸してしまうと、それは男の子だったら断られへん時もあるって言うてね、まっちゃんがまあかばったようなことを言ったらしいんですよ。でもね娘からしたら納得できないんですよ。ほとんどが自分の貯金のお金なんですよ。それと普段からね俺に何の相談もなしに勝手に物事を決めるって言うて、まあ自分に旦那が言ったような言葉ですね、そういうこともまっちゃんの娘に言ってるわけなんですよ。旦那は勝手に何でも決めるって言ってね。でもその友達にお金貸すっていうことも娘は何の相談も受けてないわけなんですよ。勝手にやってるわけなんですよ。だから娘にしたら納得できないんですよ。でもまっちゃんにまあ男の子はしょうがないと、そういう時もあると、そう言われてしぶしぶ納得してるんですけど、まあ娘曰くね10年後その旦那と一緒にいてるかってまあ聞かれたら多分いてないと思うっていう答えらしいんですよ。だからもう別れるんだったら早い方がいいよと、まあ自分はそう思うんですよ。まあでもねその友達に貸したっていうお金、そのお金も友達になんか貸しないと思います。自分はまだ違うことに使ったのか女に使ったのか、まだ自分の名義で違うところに貯金してるのか、何かそういうのだと思いますよ。またそれがバレて次はもう離婚やどうやとか、まあそういう風になっていくと思います。はい、それでね話変わるんですけど、まっちゃんの誕生会の時にね使わせてもらったラウンジ、マンションのオーナーからね紹介してもらったラウンジ、そのお礼を言うのにまっちゃんがそのマンションのオーナーに電話をかけたんですよ。ボトルとかもお祝いで出してもらってるしね、俺の電話を入れたんですよ。そしたらまっちゃん言いにくいねんけどなと、もうあの店二度と行かんといてくれと、そこにおったメンバー全員二度と行かんといてくれと、ママから苦情の電話がすぐ入ったと。自分らがお開きになってその店を出たすぐね、もう二度と
店には今度入れてもらってくれと。そしたらまっちゃんはそんなにひどいことしてないよと。確かにそのママの服の中にゲロ吐いたのは吐いたと。でも店で吐くよりいいやん。あとフルチンで走りまくったりカウンターの上登ったりそんなんはしたよと。でも貸し切りやんと。他のお客さんに迷惑かけてないやんと。まあまっちゃんの言い分なんですよ。でもね、一部のね人間、まあ、まっちゃんも含めてね、7、8人フルチンになってるんですよ、その日ね。それで女の子のね頭の上にそのチンチンを乗せたりとかね、あとチンチンで水割りを混ぜてね、その水割りをあのルンルンって言うんですか、あの一斉の手で親指上げるやつ、あれで負けたらその水割り飲めと、勝ったら1万円あげるとかね、そういうゲームをやってるんですよ。それで女の子が負けてチンチンで水割りを混ぜたやつとかを飲まされてるわけなんですよ。でもそれはゲームやんと。こっちが負けたら1万円やと、女の子が負けたらその水割りやと、それはゲームで遊びやんと、嫌やったら断ったらいいやんと、まあ、まっちゃんはそういうふうに言ったらしいんですけど、でもそういう言い訳は通らず、もう二度と混んどいてくれと。それでまっちゃんが誰やと、そんなことしたん、チンチンで水割り作ってそれを女に飲ませたやつ誰やと、そんなもんめちゃめちゃ羨ましいやないかいと、めちゃめちゃ楽しい遊びやんけと、誰やそんな楽しいことをしたのはと、こう怒り出したんですよ。そしたらね、直樹が兄貴すみませんと、自分と王さんですと、直樹と王なんですよそれやっとんのがね。だからまっちゃんはお前ら舐めとったらあかんだっつって、羨ましいやないかいっつってね、ものすごく怒ってました。はい、それで王がまあ後から来たんですよ、そのボタン舐めた目にね、後から来て、それをまっちゃんにまた怒られて、王は王でまっちゃんごめんなと、楽しかったわっつってね言ってました。はい、それとね、この前ちょっと動画で言ったんですけど、一次会の時にね、直樹に絡んできたまっちゃんの知り合いのね、元ヤマケン組の人、もうあの人70ぐらいなんですよ、70過ぎてるんかな、結構年いってるんですよ。まあまっちゃんとはずっと仲いいんですけどね、その人がね、その日もうベロベロになってたんですよ、その二次会の段階でね。それで自分らそのまま歌舞伎町行ったんですよ。その人の存在をみんな忘れててね、その人ね、そのラウンジのまあテナントビルなんですけど、そこの廊下で寝てしまってね、警察に保護されてるんですよその日。それで次の日ね、警察から直樹に電話かかってきて、迎えに来てくれと、このまま釈放できへんと、本人怪我してると、あっちこっちに擦り傷とかまあこけてるんでしょうね、それで迎えに来てくれと、直樹の名前を言ってるんですよ、迎えに来る人間をね。でまあ直樹が迎えに行ってるんですけど、それでその人の話になったんですよ昨日ね、まっちゃんとかと。それでその人ね、自分はあんまり好きじゃないんですよ当時ね、まあ、山県組伝説期の頃なんですよ、その人と自分が知り合ったのはね、まあ、まっちゃんを通じて知り合ったんですけど、ものすごく山県の肩があるんですよ、山県じゃ山県じゃっていう肩なんですよ。それで自分にもね、まあどっかで自分がトラブルになったら一緒について行ってあげようかと、山県組の名前出したらすぐ話解決するから一緒について行ってあげるよとかね、そういうことをすぐ言うんですよ。それで、いやもう大丈夫です大丈夫ですって、まあ自分はよく断ってたんですけど、その人について行ってもらってね、10万20万の細かいお金を渡してついて行ってもらって、山県組の大門でね話を終わらせてもらって、まあその人もお金が入って喜ぶし、ついて行ってもらった人も解決してよかったしみたいなね、そういうパターンもよくあったんですよ昔は。それでその人のことをね、自分らはペコちゃんって呼んでたんですよ。まああだ名でね、隠れてですよ、本人には言ってないですけど、陰でペコちゃんペコちゃんって呼んでたんですよ。まあそのね、ペコちゃんの話がいっぱいあるんですよ、いろんなことがね、あのまっちゃんとそのペコちゃんと知り合ったきっかけとかね、まあその話結構面白いんで、今日か明日かそのペコちゃんの話をしたいと思います。今日ね、娘が帰ってくるんですよ、だから2本目が収録できるかできないか分かんないんですよ。娘のタイミングでもしかしたら今日一本になるかも分かりません。はい、
申し訳ありません。ということで今日はこの辺にしたいと思います。じゃあ。